自然。ワイワイ。シロコロ行ってきます。パパ行ってきます。バイバイ。また2日後。1日後か。気をつけてね。楽しんでいきます。バイバイ。山とか行かないよ。山とか行っちゃダメだよ。迷子ならないよね。眠そうな顔してる、はい、もう5時ですけども、今日はしほちゃんが帰ってきません。そうね、寂しいね。静かだね、家がね。静かじゃない？静か。ほんと静かだよね。静か。なんでこんな静かなの？しほちゃんいつもなんか騒いでたっけ？騒いでる。あれよって言ってるよね。しほのあれよって言ってるよね。今日は俺も食べる人もいないですね。シロコロ近いね。ん？シロコロとママ近いね。シロコロとママ近いね。パパもお仕事でもう一人で帰ってくるけど。コロン。コロン寂しいの。今日千穂ちゃんいなくて寂しいの、コロン。千穂ちゃんいない、ね。千穂ちゃんいないね。いないね、コロン。言っちゃった。一人いないだけでも変わるね。ね。二人いないよ。誰？パパ。あ、パパはね。パパはでも、基本いない前提でしょ？だって。お仕事してる人はね、お仕事行っちゃうから。はい。じゃ今日はリミちゃんの大好きなオムライスにしまーす。はい。リミちゃんのリクエストでーす。ね。しほちゃんはね、オムライス、うんって感じなんだよね。そう。だからね、りみちゃんが一人の時はオムライス。りみちゃんはオムライスが大好き。やっちゃん！コロンいで。どうした？これいで。コロン焼き餅焼いてるのかな？白。うん。キロのとこ入っちゃった。白はね、絶対隠れるんだよね。コロンはね、隠れる時もある、うん、隠れ悪いことしてる時は隠れるよね。うん、そばの人、うん、でも白コロがいるからね、ちょっと寂しさも紛れるよね。うん、ね、白コロいなかったら本当シーンとしてそうだね。ね、しーちゃんってさ、案外静かそうに落ち着いて見えるけどさ、案外さ、はしゃぐよね。しーのこんにちは。こんにちは。ちょっと行っちゃうよ。大好き。ちょっと行っちゃうよ。そう。毎日言うんだよね。もう本当に可愛すぎるとか言ってね。ねえ、それでね。うん、ねえ、ママ。チロコロ。可愛い。そう。まあ、チロコロ可愛いしか言わないの。大好きなんだよね、シロコロね、ほんと。ね、今日もね、シロコロと会えなくなるのが寂しいって言って、ね、釣りで、あ、写真持ってた？持ってた。シロコロの写真持っていくって言ってたよね、うん、会えないと寂しいから。多分持っていった。持っていくって言ってたよね。持っていったかな。持ってったよね、確か2階にさっき、あの、朝取りに行ってたよね。あるかな。わかんないけど、でもなんかもう写真持ってずっと眺めるとか言って言ってた。もう大好きで大好きでたまらないんだよね。まあ、リミも大好きだけどね。てかみんな大好き、家族みんな大好きだけど、シロコロのことね。翔ちゃんもすごい好きでね、いつもなんかシロコロと騒いでるから、今日は静かだよね。ね、リミはどう？気持ち的に。あんまり変わんない？うん。これから変わるかな、ちょっと気持ちが。まだね。リミね、明日最悪なの。うん、なんで？しーちゃんいないから。学校一人で行かなくちゃいけない。うん。だけどお友達誘ってオッケーもらった。そうだね。いつもね、しほちゃんと一緒に学校行ってたから、いざ一人になるとね、まあ何回かあったんだけどね、今までも。運動会の。うん。
うん、あのそうちゃんが応援団の時とか先行ったりとかあるんだけど、なんか急にリミちゃんがどうしようとか言ってなんか寂しがっちゃって、結局じゃあお友達あの声かけてみたらって言ったら今日声かけてきたんでしょ、うん、で明日ね一応待ち合わせをして一緒に行くっていうことになったらしいけど、お友達にはえどうしたの急にってなんか言われたらしいでしほちゃんがお姉ちゃんがねいないからって言ったら、えそれだけでみたいな感じだったんでしょ、急に言われたからびっくりしたんだよ。リミちゃんでも別に1回ぐらい大丈夫だよ一人で行けるよって言うかと思ったら案外一人だよどうしよう寂しい最悪とか言うからびっくりした結構なんか寂しかったのやっぱ朝一人って、前もって分かってると寂しいんだね、寂しい案外なんか別に1回ぐらいいい1日たった1日じゃんだっていないの一泊だから、だから結構なんか別に1回ぐらい大丈夫だよとか結構あっさりしてんのかなと思いきや結構なんか重大でびっくりしたの、リミにとっては結構重大だったそっか、でも来年になったらさ、しほちゃん早退とか入ったら毎日早く行っちゃうんだよ、したらまたお友達と行くようにすればいいね、みんなね一人で行けるもんまた無理して、いいじゃん、お友達もどうせ一人で行ってる子いるんだから、一人で行くもん何強がっていいんだよ、友達と行けば、いないよもんそっか、絶対テーマ強がってます、はい大丈夫、悲しいテーマはい、じゃあちょっとね明日の朝になったらまた心が折れてるかもしれないけど、あ、でも明日はもうお友達と約束してんだから一人じゃないね、そう、もうびっくりなんだけど、どうやったらパパの靴下履いちゃったんだろうね、とか履いてたのか、あそこにそう、ま、混ざっちゃってたのか、じゃあママの責任かな、ママが洗濯した後さ間違えて入れちゃったのかもしれない、でもさ履くときにこれさ私たちのじゃないってさ気づくよね普通ね、それを気づかず履いたけど毎回本気？それで履いてっちゃうところがリミだよね、やっぱね、ねえリミさんはい、じゃあ後でねまたご飯食べましょう、オムライスできました、リミちゃんもね、いっぱい手伝ってくれました、食べるよ、で我が家のね、オムライスはこうやっていつもね、でっかくドーンって作って食べれる分だけ自分で取っていくスタイルです、そうだよ、はい、なのでじゃあリミちゃん取って食べてください、いい、うん、逆、逆、と、ポポン、こぼした、ポポン、できた、うん、じゃあそれぞれ置いて、おかわりしていいんだよね、んおかわり、おかわりもちろんしていいよ、全部食べちゃうと思う、全部食べられて、いい食べて、いいよ、いただきます、はい、うん、久しぶり、んどう、うん、久しぶり、おいしい、おいしい、でも一人ぼっちだね今日は、いつもしほちゃんが
こうやってカメラを置くんです、普通はね、うん、こうやってこっち側も今日いません、透明人間、透明人間なのね、寂しいね、しほちゃんがいなくて寂しいですね、うん、ママここは食べるわ、え、ここママ隣で食べる、あ、分かった、一人ぼっちだよね、分かった、じゃあママが隣で食べるね、うん、一人ぼっちやだね、やっぱね、ご飯ね、いつもしほちゃんとりんちゃんがね、先に二人で食べるんだよね、うん、だけど今日はね、いないからね、このカメラの撮り方はちょっと寂しいね、いかにもいるかのようにりんちゃんに真ん中にこう合わせた方がいいかな、おいしい？みーちゃん、おいしい、おいしい、はい、じゃあそろそろ寝よ、バイ、今日しーちゃんいないね、うん、いない、のびのびだね、のびのび、あっち取り道心配なんだよ、うん、だって明日学校一人で行くの、だけどお友達誘ったの、うん、あ、誘ったの、よし、じゃあ今日はシロンとコロンを独り占めしてのびのび寝ましょう、パパは禁止、パパ禁止、独り占め、うん、じゃあリミおやすみって、キナおやすみ、一応寝ようね、パパの席奪ってよシロンがお尻の穴が映ってるじゃあリミおやすみバイバイって、おやすみバイバイ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 、じゃーん、バイバイ、大丈夫？うん、頑張って、気をつけてね、グミ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 ペア、3時がおやつだ。